東洋英和女学院中学部、高等部、東洋英和女学院中学部、高等部、東洋英和女学院中学部、高等部は、東京都港区六本木に所在し、中高一貫教育を提供する、私立女子中学校、高等学校、高等学校からの募集を行わない、完全中高一貫校である。教派は、キリスト教プロテスタント。 東洋英和女学院は、外国人居留地以外に、外国人が住むことができなかった時代に居留地以外で、ミッションスクールとして設立することができた学校である。1884年、明治17年、カナダメソジスト教会、現在のカナダ合同教会のミスカートメルにより設立された。設立当初から西洋人教師による英語教育、 欧米の新しい文化や学問が学べる場として、授業料が高額であったのにもかかわらず、進歩的指導的階層に属する人々から高く評価され、多くの入学者を集めた。1928年、昭和3年に、本学院の見学の精神を表す標語として、敬信奉仕が掲げられた。学年は、東洋英和女学院小学部からの入学者。 約80名と中学入試を経て入学する約110名からなる。東洋英和女学院大学への推薦制度があるが、進学者は5%程度である。キリスト教プロテスタントの教育を行うが、入学及び教員の着任に際してクリスチャンであることは求められない。創立者、マーサカートメルは誰かのために、まず私から始めましょう。 整えた。キリスト教、プロテスタントの信仰と聖書の言葉を土台にして、一人一人が神から委ねられた、使命、ミッションを自覚し、喜んで神と人のために放出する愛の精神を育むことを命としている。聖書の教えである、神から愛されて存在する、私たちだからこそ、神を敬い、互いに愛し合い、隣人のために尽くさねばならないを柱に、 心と知性を養い、自分の将来の夢を実現し、他者のために自分を生かす女性を育てることを教育目標としている。カナダメソジスト教会から派遣された、婦人宣教師、マーサカートメルは、1882年、多くの困難を乗り越えて来日した。築地居留地四五番に居住し、まず、日本語を習得し、また聖書を教え伝えた。 1873年に来日したカナダメソジスト教会の宣教師 G 国蘭博士と医療宣教師 D マクドナルドは1883年男子学校を設立するためにアヒガ東トリー坂13番地の土地を購入することを定めしその土地の一部を婦人伝道会に学校設立のために譲ることをカートメルに助言したカートメルはこの助言に従い アザブに日本の女子学校を設立することを決意した。文部省に設立の許可を求めたが、当時の明治政府は外国人居留地以外に外国人が住むことを認めず、外国人名義での出願はできなかった。そこで男女それぞれの学校設立のための会社、東洋英和学校会社、東洋英和女学校会社を創設し、共に会社の社長、 小林光康の名前で出願すという方法が取られた。東京府に提出された学校の設置願いによれば、定員50名のところ、校長と教員4名、生徒2名と書かれている。その後生徒数は増加し、1886年には、定員250名に変更するに至る。男子学校の方は、東洋英和学校として、校舎と寄宿舎が建設され、 国蘭は、東洋英和学校初代校長となる。1895年、明治28年7月、エバラソロクにより、キリスト教の精神を規定に持ちながらも、不教活動とは一線を画した、中等教育を目指した、東洋英和学校内尋常中学部が創立される。1900年、明治33年3月、東洋英和学校は閉鎖となり、現在の麻布中学校、 高等学校だけが存続している。戦時中は敵国を表す。英語、久しに変更する措置が取られたが、1946年、昭和21年に元に戻されている。毎朝礼拝を行い、中高6年を通して、週1回聖書の授業がある。中学部の英語の授業は、約20名の少人数クラスで行い、中学3年からは、 修塾度別にクラスを分ける。また、ネイティブの教員による英会話や読解の授業も行われる。授業以外でも、賛美歌や祈祷が英語で行われる、礼拝等を通じて、日常生活で使える、生きた英語の教育に注力している。海外への語学研修は1993年から行われており、カナダもしくはアメリカに研修に行くことができる。また、 スーパーグローバルハイスクールの SGH アソシエートに認定されている。中高部での6年間は、伝統ある女子教育と聖書に基づくキリスト教教育の環境の中で、英語教育をはじめ、修塾度別授業等が行われている。また、学校行事、クラブ活動や野外教育、音楽活動も盛んである。相談室や留学支援室なども設置されている。 パイプオルガンの総額で始まる礼拝で賛美歌を歌い、キリスト教教育を通して歌や音楽に触れる機会が多い。クリスマスにはヘンデル作曲のハレルヤ等、卒業式にはロッシーニ作曲の信仰、希望、愛を歌うことが長い伝統となっている。また、合唱、ハンドベルの保護者同好会も活動している。クラブ活動には全員参加が義務付けられている。 風祭、文化祭に積極的に参加する生徒も多く、文化部が室内展示やカフェ、運動部が試合など、ステージ系が大行動や小行動での講演を行う。東洋映画女学院校科1934年、昭和9年制定、北原白秋作詞、山田工作作曲。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。